カナダ北極圏にある絶海の孤島マニング。氷が溶けた夏の間、人の暮らさぬこの島で私たち人間の想像を超えた生と死のドラマが繰り広げられるといいます。最大1トン、3000頭の怪獣セイウチの上陸。それを待ち受ける地上最大の肉食獣、ホッキョクグマ。弱肉強食、北極圏の無人島で繰り広げられる巨獣たちの死闘。しかし取材班はさらなる生と死のドラマを目撃したのです。マニング島に流れる一時の静けさ。ホッキョクグマたちはおのおの空腹を満たし、深い眠りについています。この島は氷のなくなった夏の間、セイウチたちに残された数少ない休息場所の一つ。沖の方からは新たなセイウチたちが次々と島を目指してやってきます。海岸線はセイウチの密度がさらに増し、足の踏み場もありません。こうなるとあちこちで起き始めるのが場所をめぐる小競り合いです。巨大な牙を振り下ろすセイウチの喧嘩はあまりにも過激。相手を殺すことはまずないと言いますが、生傷はいつも絶えないようです。そんな群れの中でほっとするような光景を見つけました。今年生まれたセイウチの赤ちゃんです。セイウチの群れの中で子供たちにとって一番安全なのは親の背中。これなら他の大人たちに押しつぶされることもありません。冬の間、セイウチは氷のベッドに寝転びながら親子だけで過ごすことが多いと言われています。親は片時も子供のそばを離れません。母親がまだ上手に泳げない自分の子を背負って泳ぐこともしばしば。独り立ちできるその日まで愛情を注ぎ続けます。しかしこのあどけない子供たちもまたこの島の生と死の物語から逃れることはできないのです。3週間にわたる我々の滞在もいよいよ終わりを迎えようとした日の夕方、この島での取材最大の出来事が起きたのです。そう、ホッキョクグマが再びセイウチの群れへと動き始めたのです。ホッキョクグマの接近に気づき、セイウチたちも慌て出しました。一歩一歩ゆっくりと迫るホッキョクグマ。逃げ惑うセイウチの中から年老いたもの、傷ついたもの、ハンティングしやすい獲物はどれか、じっくりと品定めをしているように見えます。群れの大きさとその密度が仇となり、セイウチたちは身動きが取れない様子。中には歯向かう者もいますが、ホッキョクグマは全く動じません。
大混乱の中、危険を察した母親は子供たちを海へと逃がします。しかし逃げ遅れたのでしょうか、捕まったのは子供、まだ生まれて間もないようです。実はホッキョクグマといえど、大人のセイウチを襲うことはめったにありません。圧倒的な力の差がなければハンティングが命取りになるかもしれないからです。他のセイウチは皆自分の身を守るだけで精一杯、ホッキョクグマに抵抗などできません。そんな騒乱の中、一頭のセイウチがホッキョクグマの後を追いかけます。どうやらあの子供の母親のようです。ホッキョクグマは島の奥へと子供を引きずっていきます。母親は1トン近い体重を押して追いかけます。しかしそれも限界のようです。野生をむき出しにするホッキョクグマ、その手に握られた小さな命は次第にその輝きを失っていきます。母親は悲しそうに泣き声を上げ続けることしかできません。そしてわが子の運命を悟ったのでしょうか、母親は力なく来た道を戻り始めました。残酷なようですが、ホッキョクグマも生きるためには他の命を奪わなければなりません。母親は子供を思い泣き続けます。これが野生の世界、そこには善も悪もないのです。さまざまな思いを胸に3週間のマニング島滞在を終え、帰路に着く取材班。その途中立ち寄った入り江で100歳を超えるというイヌイットの長老レイチェルさんが、イヌイットに伝わる歌と一緒に私たちにこんな話をしてくれました。昔はセイウチもホッキョクグマもこの辺りにはいっぱいいた。でも最近じゃ動物たちはみんな人間を嫌ってどんどん遠くへ行ってしまった。ホッキョクグマがセイウチを襲う姿なんてもう見られないだろうと。ホッキョク県に浮かぶマニング島、そこには人間の想像を超えた過酷な世界がありました。しかしこの島で生き抜くホッキョクグマやセイウチが見せた姿は、我々に生きていく強さと命の尊さを教えてくれました。過酷ゆえに命の炎が強く燃え上がる島マニング、この北極圏でも最後に残された野生の世界がいつまでも続くことを祈るばかりです。